こんばんは、はい、今日もお疲れ様でした。今日はですね、ちょっと今私の忍者セーターと忍者バラクラバーの、まあ、テストニッターさんにやっていただいてるんですけども、いや本当に今日は申し訳ございませんでした。計算にねミスがあって、とあるにあのテストニッターさんに、なんかちょっとちっちゃすぎないかっていう感じで指摘をいただいて、もう一回確認してみたら、まあ明らかにちょっと小さいということが分かって、あと私の手で編んだのを基準にしてたんですけど、やっぱり私は編む時に手が緩いっていう特徴があるので、なんていうか、その、全然、その、実際、なんていうか、ゲージで撮ったのと、まあ、ちょっとかけ離れていってしまうというか、ちゃんとしたサイズになってなかったんですね。それで、まあ、まちゃんと一緒に、まあ、計算やり直して、で、新田さんたちには、ちょっと、今ストップしてください、みたいな感じのメッセージを送って、で、すぐに計算し直して、直したものを、また、再度、パターンを送って再開してもらうっていう流れで、今日は、まあ、その作業をさっきまでやってました。でまだ実際のその糸の使用量何グラムかっていうのが、まあ、それもまあ計算間違ってたから、もう一回やり直さなきゃいけないんですけど、そこだけちょっとまだ出せてないので、まあ、それはまっちゃんがまっちゃんもテストニッターで編んでくれてるので、まあ、まちゃんの編んでくれたものを基準として、もう一回それも計算し直して、まあ直したものをまた再度にテストニッターさんに送って、まあ、確認してもらうという流れでいこうかなと思ってます。はい、もう本当にご迷惑をおかけしてますが、本当にテストニッターさん本当すいませんでした。まあ新しいパターンを見てね、もう一回もうねちょっと見進めちゃってる方はちょっとやり直しとかしなきゃいけないと思うんですけど、すいませんがよろしくお願いします。はい、でまあまたこの先もねちょっと間違い見つけてもらって直したりとかあると思うんですけど、まあいいパターンに最終的にね作りたいので、いろいろ指摘してもらって、直して完成に近づいていけたらなと思ってます。はい、ということでね、今日はもう本当にお手数おかけしますっていうお話でした。まあね、でも体調は今日は結構良くて、昨日までねワクチンの副反応かわからないですけど、頭痛が結構日中ひどかったんですけど、今日は頭痛もなく無事に家に帰ってこれて、でまあそのミスにね、気づいたので、まあ、帰ってきてからその作業をちょっとまっちゃんと一緒に頑張ってやってたというところです。はい、じゃあまだね修正点ありますが、これねパターンいいものできるように頑張ってやっていきます。じゃあ今日はこの辺にします。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。